グハルダ。あれこれキングハルダ、うん、そうなんだ、ね、毎回、これ毎回言ってるんですよ。1位の人でしょ、その常連さん。ハルダスティックキングって。もう分かってるから。普通の人も知ってんじゃねえか。で、太田さんがなんでカリスマ性持たしちゃうんですか。カリスマ、カリスマ。カリスマなのかもしれない。カリスマスティックキング。いや、カリスマスティックキング。増やしちゃったから。面倒くせえだけだよ。読み手がめんどくさい。太田さん、板倉さんのセフレの田中さん。俺か、包み下じゃねえんだ。田中さんのセフレの包み下。ややこしい関係だな。インパルスの中で俺がバッチリ入っちゃった。じゃあ、太田さんだけやる関係ないんだ。黒柳徹子。はい。から。から。田中裕二。俺に。絵のボケが10個入ってる。ああ、なるほど。田中さん、お久しぶり。お久しぶり。赤柳徹子です。黒じゃねえのか、色変わっちゃったよ。私は50年以上にわたりテレビの仕事をしていますが、一番思い入れがあるのは、今年で38億年を迎えるトークマシン。徹子の野兵です。いやね、業界人、業界人の野兵なの。この番組に最多出演しているゲストは、今まで36回出演していただいた森田和義さんです。あー、そっか。え、それは知らないもん。その他の番組では、あの人毎年出てるから。田中さんも大好きだったという音楽番組。うん。ザ・ベストチンも。ベスト10? ベスト 10? とても思い出深いです。はい。特に司会でコンビを組んだ、うん、白姫くさんとの思い出。安部博士。どういうボケなんだよ。切れません。逆なんだね。白姫く、あ、そうか。あと、サザンオールスターズの桑田真澄さんは、真澄じゃねえよ、ケイスケだよ。番組に出演するたびに私のことをクソババって呼んでる。そうなんだよ、お母さんだよ。気がつけば私も今年で80歳になりますが、まだまだ現役の歯科医師として。歯科医師だよ、歯科医者な。あと100年頑張りたい。多すぎるわ。え、違う、なんか玉金おばさんより玉ねぎね、玉ねぎ、はい、ダメだよくねー、森田和義さんじゃないんですか。いや、あそこは、正しいツッコミはですね、なんで本名で言うんだよ。だってそれタモリさんでいいだろ。いや、タモリさんはね、森田和義アワーとか言うから、まあね、丁寧に。はタモリで出てるってことね。まあまあタモリでしょうね。そういうことでしょうね。そういうことなんですよね。あとはどこだっけ、あ、100年。100年のところ。100年。うん、そんな生きてねえよ。100年は別に、頑張りたいと思います。だから、別に。それトラップだよ、それ。ボケじゃない。ボケてないですよ。ボケじゃない。夢だから。夢だから。それはいいですよ、夢だから。そうだけどね。いや、クライアントが言いますよ、そういうこと。あと100年は、まあまあまあ、うん。まあ、確かに。まあ、死んでるよっていうのもひどい。まあまあ、ね、そりゃそうだ。確かにそうだよ。でも180歳ですから、100年から考えると。わかんないです。組みたくなっちゃうな、それ。あ、じゃああれはスルーってことは、うん、もうじゃあ10個あった、ね。それは入れたら最後、玉金おばさんが玉ねぎで。だタモリさんのとこだけ行けばパーフェクト。そうなんだ。そういうことですね。そういうことなんですね。白姫くっつうのは、久米宏の逆。逆だね、うん。逆で言うなよ、それはね、一瞬はだってね、どういうボケかわかんなかったけど、久米宏の話。